まさか事故にでもあったんじゃ。レジスタンスですか？よかったら手伝ってもらえませんか？ベネルクスから来た魔術師の依頼で聖域発掘地の周辺で起きている異常現象の対応中なんです。インプが急増したという情報を受け、部下に調査を任せたのですが、ルーカスという者がまだ戻っていないのです。彼はレジスタンスになりたてで、何かあったんじゃないかと心配です。今すぐ探しに出られる人員もいなくて。ありがとうございます。彼は配送庫の調査へ行きました。無事に戻れるよう力を貸してください。闇の魔術に対抗する魔術師が欲望の寺院に結界を張ったことによって生じた最大の変化は、突然滝が現れたことだった。その影響で小さな池ができた。池の水は飲むことができるほど澄んでおり、商人に加え地理学者や考古学者たちが遠征の途中で体を休める拠点として使われるようになった。命拾いしました。ありがとうございます。あの隙間から湧き出るインプに足を取られて脱出できずにもがいていました。あの隙間をですか？インプには気をつけてください。でしたか？え？隙間を塞いだ？どう？戦いの時も感心しましたが、やはりすごいお方ですね。おかげでもうインプはここに現れないでしょう。大丈夫です。もう少し調べたくて。見捨てられた塔の方に怪しいものがあると聞きました。新たなインプの出どころかもしれないので行ってみます。では、見捨てられた塔で怪しいものがあるか調べてくれますか？僕は聖域発掘地で体を少し休めます。聖域発掘地のレジスタンスは急激に増えたインプの出現地を調査していた。配送庫を調査していた新人レジスタンスのルーカスは隙間から絶え間なく湧き出るインプに閉じ込められてしまう。レジスタンス将校カイナの頼みでルーカスを救出し、星のかけらの力で隙間を封印した。黎明の絶壁から見える巨大な船の残骸はかつての海賊王の強欲さを示している。巨大な船体と赤い帆が海賊王であり、この船の船長だったアデリコのかつての栄光を今に伝えているかのようだ。
油火を灯す。扉を開く。客を連れてくるとは。見捨てられた塔の頂上で契約の台座に触れると目の前に幻影が広がった。そこにはデーモン・リシエスが召喚される様子が映し出されていた。幻影が消えると封印されていたデーモンの召喚書が現れる。聖域発掘地で待つルーカスにこの事実を知らせなくては。見捨てられた塔で何か見つかりましたか？そんなデーモンが召喚された？予想外ですね。そのデーモンの名前は確かリシ…急いでリシエスというデーモンが現れたと知らせてください。友人のカートンは知り合いも多い。まず最初に会いに行ってみてください。カイナ様には僕が報告します。旅行ですか？お土産やおすすめスポットなど知りたいことがあれば聞いてください。デーモンが、それで最近来た魔術師がグルードランさんについて尋ねてきたのかな。グルードランさんはこの地域を知り尽くしている放浪制作者です。デーモンの伝説もご存知でしょう。魔術師がグルードランさんについて詳しく聞いてきたので変だなと思ったんです。デーモンの話を聞きたかったのかもしれませんね。こうしてる場合じゃない。地元民のノーマンさんに知らせれば住民たちに知れ渡るでしょう。旅行客には僕が案内します。デーモンだそうです。みんな気をつけて。デーモンですって？デーモンが一体何を言って。何の用かな？デーモンがうろついてるだって？またそんなことが。なんて物騒な世の中だ。知っているのか？欲望の聖域にいるデーモンのジュノボートは人間だった。どうも知識の悪魔を召喚して力を手にしたらしい。その時に何があったのか？知識の悪魔が死んでジュノボートは自らを聖域に封印したらしい。単なる言い伝えだけど本当の話のはずだ。それで神官もこのことを？おやおや、こういうことはまず神官に知らせないと。みんなには伝えておくから早く神官に知らせてきなさい。デーモンが出たそうだ。気をつけろ。デーモンですって？なんてこと。本当なの？
祈りを捧げましょう。なくしたものが見つかるはずです。表情が曇っていますね。どうしました？デーモンが召喚された。はあ、だから皆さんそわそわしていたのですね。エレイヤ様の懸念が現実に。エレイヤ様はダヴィンチ様の要請でベネルクスに来た有名な魔術師です。この地の現象がデーモンと関係しているのではと心配していました。あの方なら解決方法を知っているかもしれません。デーモンが召喚されたと知らせてください。私は教団に伝えておきます。ルーカスの頼みで聖域発掘地の住民たちにデーモンリシエスが召喚されたという事実を知らせた。神官アビガイルはベネルクスから派遣された魔術師エレイヤに会うことを勧めた。エレイヤはマナの荒れ野で起きている異常現象がデーモンと関係があるのではと疑っているようだ。あなたは星の力が宿っていますね。ご用件は？デーモンが現れた。手がかりを見つけたのですか？これはデーモンの召喚書ですね。私の予想通りでした。ベネルクスは今回の現象をデーモン出現の前兆と見ていましたが、私はすでにデーモンが召喚されたと疑っていたんです。魔獣はデーモンが近くにいると暴れ出しますから。でもリシエスが召喚されただなんて想像以上に深刻ですね。古書によるとリシエスは人間に化けることができるのです。すでに人々の中に紛れ込んでいるかもしれません。蛇の舌を燃やせば魔気が逃げる。紫色の香りは天井の効果となり、デーモンに関する古い宿です。この詩に弱点が隠されているはずです。グルードランのところへ行ってください。博識な彼ならきっとこの詩から討伐方法を見つけてくれるでしょう。ああ、召喚書は私が預かって詳しく調べてみます。この私に会いに来たとは、何か用かな？知っております。デーモンの倒し方を暗示した詩でしょう。蛇の舌はクリモサという花が満開になった様子を指しています。満開のクリモサを燃やすと紫の煙が立つんですが、デーモンはその香りを嫌がるようで、詩ではそれを天井の効果と表現しているのです。クリモサはイカれる荒野で見つけられますが、クリモサを満開にするには触手砂漠花の毒がいります。それによって開花するのでね。ところでどうしてそんなことを？まさか本気でデーモンと？ご冗談を。何に使うかは知りませんが、満開のクリモサを持ってきたら特別な香炉を差し上げますよ。ベネルクスから来た魔術師エレイヤがデーモンに関する古い詩について教えてくれた。彼女は博学な行商人のグルードランに会い、詩を解読してほしいと頼んだ。グルードランは詩の中の暗示を読み取り、満開のクリモサを燃やした煙で悪魔が退治できると教えてくれた。
モサをお持ちで。少しお待ちください。私の航路は、ああ、ここにあったか。こうより濃く炊ける航路です。特に使い道もないのでもらってくださいな。花びらを航路に入れて炭を入れるとできたぞ。火がつけばたちまち紫の煙が濃く広がるでしょう。クリモサは行かれる荒野に自生しているが、満開のクリモサを手に入れるには触手砂漠花の毒が必要だった。触手砂漠花の毒をまくとクリモサは咲き誇った。満開のクリモサを手に入れて戻ると、グルードランは特別な航路に花びらと炭を入れた。もう一度見ていきませんか。お帰りなさい。詩の意味は分かりましたか。よかった。これでデーモンの正体を暴けます。デーモンと疑わしき人に向けて航路で香を焚いてみてください。人間には何の害もないですが、人間のふりをしているデーモンなら拒否反応を見せるでしょう。噂が広がればデーモンが逃げてしまうかもしれません。本当に疑わしい人の前でのみ航路を使ってください。デーモンが現れたのは最近なので、行商人などここを訪れたばかりの人たちを確認してみては。もしデーモンを見つけたら逃がさず直ちに退治してください。デーモンは人を騙すのが得意です。絶対に耳を傾けずすぐに倒してください。もう噂が広まったのか。開店前なのに客だなんて。ま、俺の商品はここでしか買えないからな。客じゃないだと？なら何の用だ。変わった航路だ。この香りは初めて嗅ぐ香りだが落ち着くな。俺に売る気はないか。そういや用件は何だ。新しく来た人？レジスタンスの彼なら知ってるぞ。確かレイトンだ。俺と同じ日にここへ来たから覚えてる。確か新人レジスタンスで守備隊に配属されたと言っていた。宿舎にいるはずだ。何でしょう。勤務中なのですが。煙が紫色ですね。なんだか変な気分です。手足の力がどんどん心が穏やかになって緊張がほぐれる香りですね。眠ってしまいそうです。早く持って行ってください。あ、新人は僕以外にもいますよ。ルーカスというものですが、最近負傷して休んでいます。おそらく近くにいるでしょう。あ、ちょうど今
カイナ様への報告内容を整理したんです。おかげでみんなにデーモンが現れたと周知できました。その香炉やめてください。何を燃やしているんです？ひどい匂いですね。エレイナは人間に紛れ込んでいるデーモンを退治してほしいと言った。行商人のオーミッドと新人レジスタンスのレイトンはクリモサの香りを気に入ったようだが、ルーカスは苦しみながら逃げていった。ルーカスの後を追い正体を確かめなければ。何です？追いかけてこないでくださいよ。ここはどこでしょう？急に追いかけられて逃げたら目の前に扉が。誰かの書庫のようですが。正体も何も、僕はインプも殺せない新人ですよ。カイナ様が身分を保証してくれます。落ち着いてください。汚れた名で俺を呼ぶな。よく聞け。俺の名はハーブレス。意識を司る大悪魔だ。魔界に戻る。あのせいで台無しだ。破滅の心臓よ。の体に隠れていたデーモンがついに姿を現した。かろうじてデーモンを退治したが、その正体は知識のデーモンハブレスだった。地上にいるデーモンは一体ではなかったのだ。見捨てられた塔で召喚された欺瞞のデーモンリシエスを探さなければ。召喚したジュノボートというヒューマンは興味深い。あふれる知識欲が魂を食い荒らすとは。やつは我から魔界の知識を聞くためなら何でもした。忠誠を誓うためにためらいなく片目を差し出した。
奴に魔界の知識を教えると自ら終わりなき質問の海に溺れた。契約は守った。我はもう自由だ。虫けら同然のヒューマンが我が契約者ジュノボートに嫉妬し、魔界からおぞましいものを呼び出した。欲深いリシエスは星のかけらを独占しようと我が領域を犯し、卑劣にも我に大きな傷を負わせた。一刻も早く魔界へ戻り回復しなければ、この屈辱的な傷が我が名誉を傷つけるだろう。魔界で力を取り戻し、必ずリシエスを八つ咲きにし、獣の餌にしてやろう。あのレジスタンスめ、ようやく隙間を発見したのに、肝心な時に邪魔すると。待て、奴に宿った力はシラベスの偉大な力に違いない。これは好機かもしれない。奴は我が隠れ家を移すたびに後をつけてきた。今も我の気配をたどり、聖域発掘地のどこかにいるのだろう。今度は我が先手を打つ。リシエスは誰の姿に？きっと新しく来た奴の一人だ。了承人オーミット、新人レジスタンスのレイト、ベネルクスの魔術師エレイア、特にエレイアが怪しい。あの女が来た日、近くでカラスの死体が数十匹も発見された。これは。知識のデーモンハブレスは自らの書庫に多くの日誌を残していた。日誌にはリシエスとの戦いで重傷を負ったこと、リシエスが人間に潜み自分を探していることが書かれていた。彼が最も疑っていたのは、最近ベネルクスから来た魔術師エレイアだった。そんな時に留守だなんて。魔獣が暴走し続けている。ん？どうしました？私もエレイア様に会いに来たのですが、不在のようですね。私はベネルクスの調査団員オーリスです。いつになったら研究所からお戻りになるんでしょうか。宿舎に頼りがありましたが、もしかするとあなた宛てかもしれません。一度中にお入りください。休養で研究室にいます。伝言を確認次第こちらへ来てください。宿舎裏にテレポート用の魔法陣を用意しています。エレイアより。いらっしゃいましたね。お待ちしていました。デーモンは倒したのですか？素晴らしい、さすがですね。本当にあのリシエスを倒せるなんて。知識のデーモンですか？
いえ、そんなはずは。召喚されたのはリシエス、欺瞞のデーモンのはず。どうかデーモンに惑わされぬようにとお伝えしたはずです。わからないのですか？その日誌もあなたの目につくところにわざと置いたのでしょう。欺瞞のデーモンらしい手法です。ハブレスは100年前に召喚され消えたデーモンです。あなたが倒したデーモンはリシエスですよ。どうか落ち着いて。まったくしつこいのね。まあでもハブレスを始末できたわけだから文句は言わないけど。愚かな人の子よ、お前の役目はもう終わった。さあおとなしくお前の星のかけらを渡しなさい。ハブレスと知識のデーモンの名を口にするという失態を犯してしまう。これにより追い詰められたエレイアはついにリシエスの姿を現し、星のかけらを手に入れるために襲いかかってきた。嵐の吹き荒れる夜、塔の上に6人の闇術師が集った。ジュノボートがデーモンから授かった力を妬み、デーモンリシエスを召喚したのだ。闇術師たちはリシエスに惑わされ、彼女の契約者にならんと殺し合いを始める。生き残った者も与えられた力の強大さに耐えきれず怪物と化した。ジュノボートが召喚したデーモンハブレスはリシエスが地上に召喚されたことに気づき、人間界の星のかけらを独り占めするため彼女に奇襲を仕掛けた。しかし返り討ちにあって致命傷を負い、人間の姿で身を隠した。リシエスは自らが属する魔人の守り人の宿願である魔人シラベス復活のためにベネルクスの魔術師エレイアの体を奪い、地上の星のかけらを集め始めたのだ。力を望んだ闇術師により欺瞞のデーモンリシエスが召喚された。100年前に召喚された知識のデーモンハブレスは星のかけらをめぐってリシエスと戦い致命傷を負う。2体のデーモンはそれぞれ人間の体に身を隠し、相手を倒すための計画を立てた。このままでは。